やる気元気もありわきチャンネル、はい、もうこれ大好物なんですよ。ねえ、おっしゃってましたね、はい、これちっちゃいサイズやけど大概僕持ってるのは大きいサイズや、ね、でかいやつで大きいサイズもうガツガツ食べはる。あこれをね考えた人はもうありがたくて感謝の気持ちいっぱいなんですよ。いつもこう甘栗こう自分で剥いてね、そうですね、手が黒いなんねん、なりますね、天津甘栗食ったら、ね、うまいこと剥けないね。大好きな甘栗剥いちゃいました。大好きです、はい、今日はこれをただただ食べているところをお伝えするわけではありません。はい、実は、うん、この甘栗剥いちゃいましたを出しているクラシエさんから、うん、新商品出てる、こちらでございます。その名も大人のマロン。このチャレンジっていうのは嬉しいね。そうですね、おそらくこっちが創業者が作って、次これ2代目が次これ行こうっていうもんかも分からないな。まあまあまあ、まあイメージそういうことですよね、守っていきながら攻めますってっていう、それとか番頭さんが次これ行きましょう社長っていうのはもんかも分からへんな。まあこれも全部妄想で喋ってるだけですから、これ妄想で喋ってますから決してあのクラシエさんの社内事情は我々何も分かりませんけども、スモーキースモーキーな、これなんていうか燻製、はい、でも美味しいんじゃないですか。いや僕ははっきり言いますけどね、いらんことせんでええっていう可能性もありますよ。まあ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 、はい、これはねもうちょっとこれは厳しいですからね、甘栗に関しては。まあ食ってますからね、ほぼ毎日食べてるからね。そうですね、ほぼ毎日。ちょっと香りを、はい、あれあれあ、でも物ははい、このは甘栗ですよ。ちゃ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 、まあそうでしょうね。まあなんか分かってましたわ。どうなんですか、そのやっぱ大人感というか、うん、思ったより美味しいけど、その燻製好きの人にはたまらんかなと、うん、でもこうほらなんていうんですか、ウイスキーとかブランデーみたいなのをこうちょっと飲む時にこれを当てにして、うんっていうことかもわからないですね。まあ僕は今ハイボール飲みながら甘栗剥いちゃいました食べてますからね。あらハイボール飲みながら、大人なのか子供なのかわからん飲み方をご飯食べるじゃないですか。ご飯ってまあ大体うち湯豆腐がメインで、はい、でまあそれもどうなんですかねそこももう触れずには折れないですけど、で全部終わって後片付けした後これ剥いちゃいましたと、はい、でこうハイボールをちょっと、まあ、最後にハイボールなんですね。こうやりながら大相撲を録画してんのを見直すっていう、もうおじいちゃんですけどねふわっとラム酒の香り、まあ、ラム酒って言われてもピンとは来ないですね。飲みます、でも合うんちゃいます、これはいい香りするな。香りだけで言うたらもう今もうじゃん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 、うん、香りで言うたらもう俺ですよ。ラム酒が、ラム酒です。香りで言うたらこれですよ。ラム酒。うん。これは美味しいんじゃないですか。あら。大人の。これこそ大人の。あ、ちょっとお酒の香りがしますわ。お酒の。なるほど。ラム酒のバーッと、これは当然アルコールは入ってないと思うけども、そのバーッとくるわ。これは美味しいな。これもお酒のあてにはどうですか。うん。あでもこ、まあ、僕はこうハイボールとこれやからな。ハイボールとこれでいくからちょっと喧嘩してまいそうな。喧嘩するわ。なるほど。喧嘩、口の中で喧嘩するわ。そう考えたらこれは、うん、何に合いそうですか。おつまみじゃなくてまあまあ。ちょっと今日お酒やめようかなっていう時とかね。あーなるほどなるほど、そんな時にいいかもわからへんね。今日はもうお酒やめやで今日飲まん日って言って、ちょっとこれ新幹線で帰り東京から帰る時に今日はもう飲まへん日って言ってためにあるんですよ。でノンアルコールビールとこれとか。なるほどなるほど、はい、ノンアルコールビールとはいいかもしれないですね。あこれやね、やる気元気森脇、甘栗もいちゃいました。もうこうやっていろんなの出してきたんやな。そうですよ、これはでも我々も考えなあかんで。え、どういうことですか。いやいや、やっぱ仕事もこれ一本で頼ってたらいつまでも飽きませんでっていう。そうですね、これなんていう会社、クラシエさん、クラシエさん、クラシエさんが我々にいろいろ問いかけてますよ。そうですね、ヤモレイ君も走ってるだけではもういつまでも仕事ないんやでと。そうですね、次何か考えやっていうことでしょ。まあもうこの
森脇チャンネルは燻製味でいきましょうよ。燻製味でいきましょう。癖あるなそれもね、はい、だいぶね。もうこのね狭いニッチなとこ狙っていきましょう。わかりました。ご視聴ありがとうございました。